使えない。日曜日、うん、私ね、来週ね、娘、秋がね、結婚式で、乾杯、うん、あ、してほらええけど、ちょっと呼ばれてみもう、そうだ、ほんで、乾杯の温度せなあかんから、着物着たいって言うの。で、ちょっと朝から着付けするから、ちょっと来週私休みます。呼ばれて結婚式だよ。じゃあやる。まあ、結婚式だな。ちょっと聞いて。もういくつだ。え？いくつ？30。30。広島行ってんねん。で、聞いたで、聞いたって。誰と行ってんの？一人で。後ろ、誰か行ってんの？彼氏。はい。あ、広島。あもうそれ以上、腰痛怖かった。30もうだから、ほっといてんねん。広島行ったはんねん、今。今日帰ってきやん。おぉ！なんか、言うて余計に回るから黙ってんねん、私。広島なんか行ってほしいのに。しゃあねんな。別にそろそろええねんけど、広島と大阪に乗ってほしい。だって一人で最初に多いよ。だから行さん行ってるって言うのね。一人やってるんです。話し合いとおっても喋りませんよ、今娘だって。喜びです。喋ってくれ。うち、これじゃないんだけど、今何で喋るあ、ほんま。やつがお母さんは知ってた。あ、何で言うの？お母さんは知ってた。何で付き合ってはったん？何年付き合ってはったん？1年も付き合ってるよ。そうなんだ。だけど飲み屋で出会ったんだ。たまたま飲み会で同席したから。